お射精だから。なるほどね。お射精すればじゃあどういうこと。髪引きで炎上させたる。あいい、ほらこれよ。じゃあマジ来た。どうやって。どうも、アンソニーです。やっていきましょう、はい、その剣レジェンドリバイブ、今日は主練ガチャ主練開催ということで、やってきました、はい。まあ、不動の次は主練ということで、炎の主練、はい、ついに来ましたということで、うん、まあ、画面がこちら、イベントガチャ主練登場ということで来ましたと、うん、SR なんだね。そうなんですよ、うん、まさかのね、なんと5射精はもう全員 UR かと思いきや、はい、炎の主練がまさかの SR 剣士として実装されましたと、ね、まあ SR でも強いからね。まあそうなんですよ、 UR が少ないからね今のところ。そうそうそう、ま、結局 SR 絶対入れなきゃいけない環境だったりするんで、うん、まあ、SR でもね、うん、全然使える剣士ではあると、はい。まあ、イベントガチャ逆に引きやすくはあるんでね。で、イベントガチャボーナスっていうのが、うん、同時に開催していて、はい、こんな感じで。なるほどね。まあ、引いたその回数に応じて報酬がもらえて、45回引けば修練がね、星3修練が確定でもらえてしまったよかったね。いうことで、まあ、一応天井はありますとね、いう仕組みになってます。まあまあまあ、そんなに引かずとも、うん、まあね、俺らは引けるということで。結局いつも通り引けちゃうっていうのが怖いとこ。いつも通りで言ったら引けてないんだけど。ちょっとまず簡単に性能チェックしていきましょうか。はい、はい、いきました、はい。力タイプの、まあ、SR の剣士と、うんうんうん、いうことで、スキル見ていきましょうか。はい、はい、こちらまず必殺誤射炎上剣ということで、うん、こちらが3体ダメージ、はい、で新しい状態以上の炎上というね、うん、スキルを持ってると。5段階だっていう。そうなんです。これが当てるとまず1段階付与するんですけど、最大で5段階まで重ね掛けができて、うんうん、ターン開始時にその段階かける最大 HP4% 分のダメージを与えると。なるほどね。なんでマックスで 20% 分のダメージ。しかもデバフ解除で1段階しか解除されないとやばい。そうなんや、強すぎだろ普通にね、これやばい。でしかも永続、要はずっと続くから、うん、これかなり強いね。で、必殺これ当てるときに相手がすでに炎上の状態に入っていれば、うん、そのダメージが、必殺技自体のダメージも上がるってことね。上がると。これえぐいね。そう、これもだからマックス 30% 上昇なんで、これ強いな。やばいマジで。デバフ解除1段階解除はえぐない。そう、炎上消えないっていうね。えぐいね。炎強い。これは強い。うん、はい。で、はい、こちらが奥義、うん、炎症爆裂剣。はい、炎症爆裂剣、燃え尽きろ。こちらは現在の HP が最も低い敵にダメージを与えると、うん、今までこういうのあった。ね、レイがターゲットできる。あるある。レイが後列の一番 HP が低い剣士にダメージだったんですけど、これはまあ前とか後ろ関係なく一番減ってる敵に与えると、うん、まあ強いよね。そうね、攻撃的にだから狙えるよね。そうそうそう、うまく使えば、うん、それ結構だから使い勝手はいいですね、うん、使うと2ターンの間、はい、攻撃力が 10% アップ、うん、防御力が 20% 上昇、はい、まあ自強化があると。で炎上で、そうなんです。先ほどのね、炎上をこれなんと2段階付与すると。もうこの時点でこれさえ当てればデバフ解除でもう 1は絶対残るってこと。そうね、剣士を倒した時陶器が200上昇。はい、これはちょっとどれぐらい強いか分からんけどです。まあ、たださっき言った通り、その HP 一番低い敵に与えるっていうのがもう狙えるんで、確かにこれで倒しやすいと、うん、例えば他のね、剣士で先に奥義当てて最後減ってるところをこの奥義当てれば、うん、ね、確かにまた陶器アップとか狙って陶器アップになれると。なるほど、もう全然狙えちゃうから強いね。かなり使いやすいんじゃないかなと。 SR なのにかなり強くない？そうなんですよ、スキル面で言うと。でパッシブ、これもちょっとヤバくて、はい、炎の男、こちらがですね、うん、まあ、ダメージ増加しますと。でさらになんと5射精の味方がいれば、うん、その味方もダメージが一部アップすると。なるほど。ということで、まあ、なんと5射精バフがあるという。でこっからがヤバくて、はい、これ戦闘中に1回しか使えないんですけど、うん、ターン開始時に自分の HP が 40% 以下だったら、はい、HP 40% 分、最大 HP の 40% 分 HP 回復しますと。ほぼ半分回復できます。そういうこと。でさらに炎天状態って言うのかな、うん、炎をまとった状態になると。クリティカルが 30%、はい、カウンターが 40%、はい、でさらに敵剣士がその炎天状態の種類に攻撃したら炎上1段階付与、炎上を与えると。で、まあ、デメリットとして HP10% 分ダメージを受けてしまうと、うん、いうのはあるんですけど。あ、なるほどね。諸刃の剣みたいな感じだね。 40% 以下にじゃあ1回されちゃうと回復はするものの 10% ずつ減っていきますよってこと、うんうん、ってことはですね。へえ、まあいきますか。じゃあガチャ、まあ、まずちょっとなんと5射精はまず主練から引こうと、うん、いうことで、ちょっと本番のガチャ、はい、行きましょう。行きましょう。さあ来ました。さあ来ました、主練さんが。ガチャ何連引く。まあ5回
俺ら、俺らといえば5射精だから。なるほどね。どういうこと？5射精するわ。じゃあどういうことって話だけども、行かせていただきます。頼むよアンソニー。一発目で引いちゃうんだよな俺これ。頼む、これ結構大事よ。マジ大事。来い来い。俺これでこの前剣王動画になってないですけど、うん、それよね、このイベントがあったら引けないのがよくわからんもん。剣王引いてるから、うん、家で家で夜中にこっそり引いてた。剣王引く瞬間動画にしてって感じよね。さあ、ここからもお店の端末なんで、イベントガチャイコール俺ってところね。あと4回お見せしましょう。見せてやってくれみんなに。まずボーナスここで引く、試練の奇跡よ。あと3回だ。さあ、まあここからですから、みんな見てっから。炎上、お前が引きさえすれば俺らも当たるって。紙引きで炎上させたる。頼む。ああ、いい。ほらこれよ。きた、マジきた。こーちゃん、こーちゃんかわいいね。こーちゃん70ポールかけなかったね。はい、ありがとう。こうやって引くのボーナスだって。なるほどね、覚えておいて。引き方分かった、うん、じゃあ引くまでやる。引くわ、うん、ボーナス引くまで引くわ。あ、やめてやめて。5回って決めてるから頼む。来るよ。マジでボーナス、シューザシューザ。よし、ラストいきますよ。はい、皆さん見せてあげてください。発目せよ、引く瞬間を。せめてボーナスでいこう。前に言われたかね。ほら、このちょっと重くなってる感じ。重かったね。来るよ。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よし、トリバイブは他にもいろんな動画公開中となっておりますので、うん、概要欄の方に再生リスト貼っておりますので、ぜひ他の動画もそこからチェックしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。